キャンディケイン。キャンディケインは固い杖の形のキャンディのことである。赤白の島になったペパーミント味もしくはシナモン味のものが伝統的だが味や色、厚みを変えたものも作られている。キャンディケインは北米ではクリスマス前後によく見かけ、ジンジャークッキーマンと共にクリスマスツリーの飾り付けにも用いられるが、それ以外の期間も一年通して目にすることができる。 キャンディケインはもともとは15世紀初期にフランスの僧侶が初めて作ったが、当時は白の単色で先も曲がっていなかった。杖形になったのは1670年にドイツのケルン大聖堂の聖火隊隊長が羊飼いの杖の形にして子供たちに配ったことからという説や、ユールの木を食べ物で飾るために曲げられたという説などがある。 また赤と白の島になったのは1900年代前半で、それ以前の絵はがきには単色のキャンディケインの実が登場することからわかる。しかしこれらの説についても都市伝説的であり、あまり信用のおけるものではない。キャンディケインの赤白島は積雪があっても目立つため、灯台などでも用いられる。ありがとうございます。